義政府米軍装甲車女子中学生歴史事件。義政府米軍装甲車女子中学生歴史事件。ウィジョン部米軍装甲車女子中学生歴史事件は2002年6月13日、大韓民国系機動揚州軍、現、揚州市で義政府市の中間米軍基地に帰ろうとしていた、米、第2歩兵師団所属の装甲車 M88 が公道で事故を起こして、女子中学生2名をひき殺した事件である。本項では、事件後、韓国で起こった反米運動についても紹介する。6月19日に、同師団は韓米合同調査結果を発表した。米軍側は、故意や悪意によるものでなく、偶然の悲劇であったことを強調した。一方で、事故原因として、装甲車の構造上右方に死角があり、操縦手が学生たちを見つけることができなかったためであるとした。また、カーブを回った際に管制官が約30メートル前方に学生たちを見つけ操縦手に警告を試みた騒音や他の無線交信などにより不可能であったためであると報告している。また、装甲車は低速度でまっすぐ走行しており、急な方向転換が事故の原因だとする遺族の主張を否定した。しかしこの発表は、遺族らの疑問に答えていなかった。まず死角ができた、あるいは通信障害が起こったということは、考えにくいと指摘された。また低速度で走行していたら、学生を引いた時点で、すぐに制動装置が作動していたはずだが、実際は、学生の頭骨が完全に砕かれており、矛盾が生じていた。さらに、道路のアスファルト舗装の割れは、装甲車が、まっすぐ走行していたという点と矛盾していた。その後、聞き取り調査の際に示された走行速度の半分の値で発表していたことが明らかになった。6月28日には、同師団の広報がラジオを通して、誰も責任を負うに値する過失がなかったと述べた、それを非難する世論が拡大した。事態が深刻化したため、アメリカ首脳は7月3日、操縦手と管制官を過失致死罪でアメリカ軍事法院に起訴する一方、ラポート在韓米軍司令官が謝罪した。また米軍とは別に、韓国側の検察も関与した米軍兵士たちに対して独自調査を開始した。なおこれは遺族たちが6月28日に、装甲車の操縦手、管制官と師団長など、米軍の責任者6人を業務上過失致死姿で、義政府地方検察庁に告訴して、アメリカ側の裁判権放棄を要請したためである。しかしアメリカ側はこれに応じなかったため、大韓民国法務部は7月10日、史上初めてアメリカ側に裁判権放棄要請書を送付した。しかし8月7日、アメリカ首脳は、米軍としての公務中に起こった事故で、今までアメリカが裁判権を放棄した前例はないとして裁判権。話の要請を拒否した。以後11月18日から23日まで、米軍キャンプ内で軍事法廷で開かれ、起訴されていた兵士2人に無罪評決が言い渡された。そして11月27日、謝罪声明を発表して、彼らは韓国を去った。2002 FIFA ワールドカップの後この事件が広く知られるようになると、米軍を糾弾する世論が広がり、多くの市民団体がデモ行進を行った。11月20日と22日に2人に無罪評決が言い渡されると、学生が死亡しながら加害責任者がいないと判断されたことに怒った市民らは11月26日に最初の集会を開いた。これは事件直後の6月の運動以後では最大規模の全国集会となった。また全国主要都市では市民団体が集まって、活動の方向を協議した。キリスト教信者は、仁川で追悼ミサを開いた。さらに韓国キリスト教教会協議会でも2003年に取り行った追悼式でアメリカの姿勢に抗議した。この事件は、インターネット上でも広がりを見せ、在韓米軍を非難する世論を形成し、大規模な集会につながった。当時韓国国民の間で広く使われた。MSN メッセンジャーを通じて犠牲者を追悼することを示すという記号が広がり、ハンドル名や電子掲示板のタイトルに多用された、韓国では喪に服す際に、このようなリボン型の喪章をつける伝統がある。この表示は以後、インターネット上で追悼あるいは哀悼の意を表す、記号として、広く使われるようになった。このように宗教界も参加するほど盛り上がった、全国的なデモ活動は、今回の装甲車歴史事件だけに限らず、これまで真相を解明することができなかった、在韓米軍の犯罪、さらには2002年ソルトレークシティオリンピックのショートトラックでの判定など様々な要素が加わった。特に12月6日、ソウルで3万人余りが参加した集会では、警察を振り切ってアメリカ大使館への進出に成功した。また12月14日に、釜山で開かれた集会では、釜山の在韓米軍基地校門がデモ隊によって突破され、正門でも警察を突破した。この以外にも全国各地で、さらには国外でも在韓米軍を追及する集会が開かれた。こうした運動の高まりに危機を感じたアメリカ政府は11月27日、在韓アメリカ大使を通じてブッシュ大統領の謝罪を伝え、12月13日にも、ブッシュ大統領が、金大中大統領との電話で、再度遺憾の意示した。不平等だという批判があった、韓米政府間の地位協定を是正することにも合意した。しかし、国民の怒りは静まらなかった。アメリカ政府は、当時の指揮官ら4人を懲戒処分にした。また遺族たちは、国家賠償を請求し、それぞれ1億9000万ウォン余りの賠償金を得た。一方、2003年4月、北朝鮮の平壌牡丹峰第一中学校は、死亡した2人の学生を名誉学生とした。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。